ナショナルズの CJ エイブ・ラムス内野手23が21日、日本時間22日、2マイナーに降格。その理由は、外出禁止時間にカジノで遊んでいたためと米スポーツメディアジョンブメディアが報じた。エイブ・ラムスはチームのホープとして将来を期待され、今季は打率2割4分6輪、20本塁打、31盗塁と大活躍。 救援にも出場するなどチームに欠かせない遊撃手となっていたが、同メディアによると、エイブラムスは金曜日の午前8時までカジノにいたことで夜間外出禁止令に違反。そのためマイナーリーグに降格されたとのこと。降格時には、グラウンド外での問題としてその理由を報じられていたエイブラムスだったが、まさかの理由でチームを離れることとなってしまった。これには現地ファンも、3A のある、 ウェストパームビーチで早めの休暇を取るんですね。ある意味ウィンウィンですね。堕落したギャンブラーとして逃げたかったのなら50から50を達成すればいい。通訳がやったのではなくて。などと大谷翔平の元通訳、水原一平氏を例に出して皮肉る声が相次いでいた。